皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんがかねてから予告していた、2023年の気象に関する予言を2回に分けてご紹介します。2023年の気象予言。ここアリゾナでも天気が良くありません。曇り空に覆われており、もし配信の途中で不具合が起こったらそれは天気のせいでしょう。新しくこのチャンネルを訪れた皆様、私はジョセフ・ピテル。2023年の気象予言にご案内します。また毎週火曜日には新たな予言をお届けしていますので、そちらもご覧になっていただけると幸いです。本日は私たちを取り巻く気象のお話をお届けします。それだけでなく地震の話題にも触れようと思います。もうすでに完全に気候はバランスを崩しており、気候変動はこれから加速度的に増えていきます。毎月のように天候がどんどんおかしくなっていく状況を見ることになるでしょう。天候は移り変わっており、あらゆる事象が変化し、そして激しさを増しています。地球温暖化などと言われていますが、もちろん気象操作もなされています。もはやある特定の気候変動が地震に影響を及ぼしていることは否定できない事態となっています。2023年はそれがさらに鮮明となり、殺人的な嵐がやってきます。普通なら嵐は時間とともに弱まるものですが、これから出てくるのは時間とともに激しくなる嵐なのです。今まで見てきたものとは逆の現象が起こり、まるでステロイドを打ったかのように嵐が増強されます。このような地獄のような嵐がアフリカやアジア、そしてアメリカで起きてしまうでしょう。世界中で記録破りの大きさの氷が空から降ってきて、死亡するニュースをあらゆる場所で聞くことになります。これは窓ガラスを割るだけでなく、人をも破壊するのです。テキサス州で記録破りの大きさの氷が襲い、気温の急低下だけでなく多くの洪水や停電に見舞われます。その中には何日もそうした状況が続く場合がありますので注意と準備が大事になります。地面が完全に湖と化してしまうビジョンが見えます。農場が沼地と化し、動物が泳いで逃げ回っているのも見えています。ヒューストンやダラス、そして海岸全体が被害を受けます。ルイジアナに住む友人の方々は小屋を壊して大嵐や洪水に備えなければならなくなります。めったに起きない竜巻までやってきて、そのような出来事が普通に起きる事態となります。また巨大な嵐がメキシコ湾からやってきて、ニューオリンズへ侵入するのが見えます。それはまさにハリケーンのカトリーナを思い起こさせます。その嵐は2005年に発生しましたが、その年もまた2014年も今年と同じ数比術でいう7の年だったのです。今年またカトリーナが来るなどとは言いませんが、アメリカ全土に大変な被害をもたらすカトリーナのような大災害が起こるでしょう。ニューオリンズやその東側ではハリケーンのサンディの惨状の記憶がまだ残っていますが、記録上最大の台風は2024年に大統領選挙の直前にやってくると思います。ルイジアナでは今年2023年に今まで以上に熱帯の嵐がやってくることでしょう。それはテキサス、フロリダ、そしてカロライナでも同様です。熱帯の嵐は太平洋からやってきて、メキシコ、テキサス、そしてニューメキシコの一部までも襲うでしょう。別のハリケーンは勢力を強めたり弱めたりして、とてもスピリットが警戒していますが、非常に強い勢力を持ち、バハマからマイアミ、そしてフロリダの東海岸を直撃します。どうかその地区にお住まいの皆様は警戒を緩めないでください。少し前から私は西海岸の方々に警戒するよう呼びかけてきました。ロサンゼルスから遥か北のアラスカまで大きな地殻変動が襲うと予言でお伝えしました。地殻がぶつかり合いカリフォルニアが大地震に襲われ、それは徐々にではなく突然やってきます。そのような事態は一回だけでなく何度か同じ場所で起こります。
前々から予言で大きな太陽フレアの後に大地震が来るとお伝えしてきました。それが気象現象ではなく世界的な大事件を引き起こすとお伝えしました。それは津波や大嵐も含まれるかもしれませんが、実際にインドネシアでは太陽フレアの直後にマグニチュード7を超える大地震が発生しました。すでにスピリットが予言していた事象が起きているのです。今太陽の活動域が徐々に地球側に向きつつあります。そこでは黒点が多くあり活発に動いていることがわかります。とても近いうちに、もしかしたら数日の間に新月が1月21日にありますが、現在私たちはエネルギーシフトのただ中にあり、新月はその影響をさらに大きくするのです。今までも何度かエネルギーシフトについてお話ししましたが、それはまるでビッグバンのように世界中であらゆる物事に大きな影響を与えます。ですので1月21日の新月に大いに注目すべきなのです。スピリットによれば北部のプレートが非常に強い地震を引き起こすそうです。それに西海岸とカナダの地殻が追随しブリティッシュコロンビアからバンクーバーまで、それにとどまらずグリーンランドやアイスランドも影響が出ます。まるで地下がカタカタと音を立てているような感じです。このビジョンは地球の北部の地殻が動き出し、3つの火山が噴火するという意味だと思います。また元旦予言でもお伝えしましたが、環太平洋火山帯全体が光って見えました。これは環太平洋火山帯が一斉に噴火するという意味だと捉えました。複数の火山が噴火するとともにマグマが地中深くに達する事態も起こるでしょう。スピリットによればすでにその火山帯の活動は先週から始まっているそうです。その現象はこのエネルギーシフトが終わった後に一気に活発になると思います。これは不思議なことで、普通はエネルギーシフトの最中にこのような事態が起こりますが、今回はそれが終わったら起こるそうです。それは1月の終わりから2月の初め頃になると思いますが、2月は地球の動きが活性化し地震や嵐を引き起こします。またスピリットによれば春先に乾燥地帯で大洪水が起こると言っており、それはアメリカに限らず世界中で発生するそうです。そのうちの一つがカリフォルニアであり、テキサスやイギリスその他複数の場所で大洪水に警戒する必要があります。もうすぐ皆様の街にやってくるかもしれません。中東でも洪水の被害に見舞われ、インド、日本、中国でも洪水が起こるでしょう。インドでは洪水によるダムの決壊が予想され、それらは1月ではなく春先の北半球、南半球では秋に発生するでしょう。空中からの救助や動物たちが水を避けて水に囲まれた小さな陸地に集まっているのが見えます。それはカリフォルニアで起こると思いますが、そのビジョンが頭から離れません。太平洋から来る嵐によりオレゴンやネバダそしてアリゾナの一部で大停電が発生し、ネバダの砂漠に突然川が出現する事態が起こるでしょう。突発的な洪水によりラスベガスでも停電に見舞われます。アメリカの北部やカナダでは警戒が必要で、土砂崩れや橋が流される事態も予測されます。土砂や瓦礫が洪水に押し流されて橋を破壊するのです。それから雪崩が頻発します。特にコロラドやヨーロッパで警戒が必要で、スピリットによれば地震もその原因になるということです。いかがでしょうか。カリフォルニアの洪水は大気の流れが異常でした。ああいったものを見てしまうと、どこにいても安全ではないと思ってしまいます。最近頻発する線状降水帯も怪しいと思っています。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。